はい、1月10日です。新しい週になりました。今週も相場解説でやっていきましょう。キーワードは反発ですね。それではこちらの画面の方をご覧いただきます。まずは日足からなんですけども、いきなり出ました反発というキーワードなんですが、もうお分かりですよね。以前引いた赤い線、ここで反発することを私は今ね狙っております。ここでです。ですので115円の448、ここを一つのポイントとして、こっから反発してね、上の方に行くっていうのを見てますね。なぜなら今右肩上がりでどんどん円安が進んでる状態ですから、ここで反発する可能性は非常に高いと思うんですよね。それが一つの私の日足でのポイントになります。115円の448ですよね。で、次4時間を見ていきます。4時間でも115円の448っていうのが光ってますけども、まあそうですね、ここで見るところによると反発が起きるとすればやっぱりそこですかね。まあ多分4時間だとなかなかこの115円の448で反発が起きることは考えにくいですよね。でもね、でここまでね見える景色って違うんですよ、1日と4時間で。ですので4時間の場合はどちらかというと今こう右肩下がりに入ってるところじゃないですか。で、こっから強いトレンドが包み足を起点にズバッときましたんで、4時間で見るときにはもうちょっとねこれを下回ってからの方が反発狙いにはいいのかなと思います。私としてはこのもじゃもじゃしているところが一つの反発ラインになるかなと。特にこのヒゲですよね、ヒゲが出て陰線ってことはここに強い上昇のエネルギーが溜まってると考えますね。ここですよ、この青ひげですよ。じゃあ次1時間を見ていきますね。1時間はこういうふうに右に下がっているところを、私はここから反発ポイントは1時間だとここかなと思ってますね。今度1時間だったら同じドル円見ても時間軸によってこれだけねアクションを起こすところが変わってくるんですよ。ですので結論としてはこう思います。115円の448で一定の反発の警戒はするけども、だけどもそこを破ってまだまだ下に行く可能性が高いですから、1時間軸で見るときのね反発ってのは115円の325でしょうかと思いますね。これを今週のエントリーポイントにします。115円の325、反発せずに下に潜るようでしたらセルの方ですぐに畳みかけて、下に潜る利益を取っていこうかと思いますね。本日は以上かな。はい、じゃあ本日は以上です。お楽しみに。